そばやん。HG も RG もほんまに天然なんですよ。僕下ネタラップのグループ組んでるんですけど、僕めちゃめちゃ真剣にやってますんで、打ち合わせしながらも、いやこうこうかな、あかん、ちょっとこれも一回休憩、飯食おう、僕はザルそば食うけどったら、あ僕もザルそばで、あ僕もザルそばで、ほんなら食べてたら喉らへんに物がこう詰まってちょっと痛なりながら流れることってないですか。 HG はもうそれが病気ちゃうからと思ってたらしいんですよ。それ僕も知らずザルそば食ってたら、 HG が、はあ、自分では病気と思ってるから、僕らではもう日常のことなんですけど、あいつは病気を持てるか、もう焦りながらちょっと立ち上がってつゆ持ちながらってやりだしたんですよ。ほんなら RG もそんな HG 見たことないから、おいおい何して、何食うてん、いやそばやん食べてんのみんな見てますやん、左手もつゆのやつ持ってますやん、そばやん、おい何食うてん、そばやん、どれもそばやん。ほんなら HG もそばやん、そばやん、何してんねん。